なんだか最近ね、自分の物欲の方向が分かってきたんですよ。意外かもしれないんですけど、シュシュさん、プライベートでゲームって、スマートフォン系のゲームはするんだけど、ゲーム機のゲームをね、してたのが結構前なのよ。で、最近はね、シュシュさんの、シュシュさん用のゲーム機ってないの。で、ゲームが新しく出ても、ああ、これ面白そうだな、やりたいな、PC 版出ないかな、とか、スマホ版出ないかな、みたいな感じで、あ、ごめんなさい、なんか他力本願みたいな、そう、出るのか出ないかな、って思うけど、それをやるために、ゲームのソフトと、ゲーム機本体を買わなくてはみたいな感じにはあまりならなくて、欲しいな、とはなるんだけどね。手に入ったらいつかやろう、とか、あの人のうちにそういえばあのゲーム機あったな、長く居座りそうな時に一緒に買ってやろうかなみたいな感じなんですよ。で、逆に何の物欲が抑えきれなくなるかが分かったのが、お洋服とかバッグとかお靴とかなんですよ。ファッション系、やね、何なんだろうね、その物欲の方向を抑えられないのって。やっぱりそれが好きってことなのかな。でもさ、結構こう、なんかわかんないけど集めちゃうみたいなタイプの方もいらっしゃるじゃない？それはさ、なんか好き、そこまですごいズバ抜けて好きってわけじゃないけど、なんかわかんないけど集めちゃうんだよねってのもあったり、集めていく中で、あ、自分これ好きなんやってなる人もいたりすると思うんですけど、シュシュさんもね、お洋服とかもまあ好きなんですよ。好きだけど、そこまですごいデザイナーさんになるみたいな感じでもなければ、なんかウォークインクローゼットがあるお家に住むのが夢ですみたいな感じでもなくって、気づいたら服ばかり増えていって、気づいたらなんかシュシュさんね、物を買う前に自分で欲しいものリストを作ってまとめて、しばらく経っても忘れてなかったりしたら本当に欲しいんだなと思って買うんだけど、その欲しいものリストも大体ファッション系で埋まっていくのね。で、なんかこう持ち物が増えてって、あ、私って服好きなんだってこの間思ったんですよ。なんか不思議だなって思いました。皆さんの抑えきれない物欲は何に向きがちですか？それでは参りましょう。シュシュポップのシュシュポップラジオ、カッコカリ。はい、ということで改めまして、ハポップシュシュポップです。はい、じゃあこのコーナーいきますよ。 What is today? はい、本日はいい推しの日、おめでとうございます。はい、もう完全に語呂合わせですね、これはね。 EE04 の EE 推しでしょうね。で、2019年にできた、まあわりかし新しめのやつですね。で、この日になると毎年 X とかではハッシュタグいい推しの日で、推しに対してのこの有り余る思いをね、皆さん書いていらっしゃったり、何々ちゃんはいいぞーみたいな投稿とかをねしてらっしゃったりしますので、ぜひ皆さんのね、好きなメダチューバーの配信のここが好きだよとか、この曲が好きだよとか、あとファンアートだったりね、いろいろあげていただくの絶好の機会な気がしています。あとね、そういうこう添付するものがなくても、エピソードだったりね、そういうのを投稿してほしいなと思います。ハッシュタグいい推しの日で、ぜひメダチューバーのことをポストしておくんなまし、ということで、本日はいい推しの日でございました。はい、んじゃ足占い。
今日からしばらくの間運勢が、うん、いいでしょうねっていう方、潜水タイプのあなた、あーおめでとうございます。はい、新たな可能性に満ちた日々がしばらくの間続きそうです。これまで挑戦したことのないことに手を伸ばしてみてください。はい、じゃあちょっと逆に今日からしばらくの間、あんまり良くない運勢かもの皆さん、飛行タイプのあなた、闇の儀式に遭遇するかもしれません。路地裏には気をつけてください。でも大丈夫、皆さんラッキーアイテムがありますよ。ラッキーアイテムはルイボスティーです。ルイボスティーはね、美容とかにもすごくよくって、もうあの味がお嫌いでなければ、皆様ぜひ進んで一日いっぱいルイボスティーお飲みください。はい、ということで足占いでした。じゃあお便り読みましょうね。今日読むのね、ふつおたです。レインさん、どうも。シュシュちゃんお久しぶりです。レインです。お久しぶりです。ずっと前に資格のことで投稿していて、まだ現在は進捗はなかったのですが、投稿した今日、あ、このお便りをくれた日ですね、10月2日に福祉施設のお手伝いの仕事の面接に行ってきました。あ、行っておりました。おお。人に喜ばれる仕事がやりたくて、お年寄り方とも交流は好きなので、この投稿を送って読み上げられた時がいつになるか分かりませんが、11月です。採用されて働けたらいいな、そしてお金を貯めて資格取れたらいいなと願掛けにメッセージを送りました。どうなった？余談になりますが、ちょっと前にハムちゃんを1人ずつ計2人新居におります。とてもふわふわで可愛いですよ、ということでありがとうございます。いいね、なんかこう新生活が動き始めているっていう感じ。福祉施設っていろいろな方向があるじゃない？で、この方はきっとあのおじいちゃんおばあちゃんとのお手伝いとかをするような福祉施設の面接に行かれたんですね。すごい。もうさ、なんだろう、医療とか福祉とかってこう力になりたい、助けたいっていう心だけじゃ結構難しいお仕事だと思っていて、やっぱりお手伝いをしてほしい人、お手伝いが必要な人とか、福祉系だとそうだし、医療系だと、もう治療が必要な方とか、お医者さんが毎日しっかり見てあげる必要がある方が、と接するお仕事になるわけじゃないですか。そうすると、なんだろう、気持ちだけじゃなくって、やっぱりね、人の命だったり人生を背負うその比重がさ、いわゆるね、お花屋さんとかケーキ屋さんはそれぞれの人生の素敵な日をいかに彩れるかとかになってくると思うけど、それってこうお花の色をもし間違えてしまったからといって、誰かの人生がそこで終わってしまうかもしれないっていう事態にはまあ発展しないじゃない。でも医療とか福祉ってなると、一人のミスがその人の人生の幕を下ろしてしまう可能性もある、責任がとっても伴うお仕事だと思うんですね。なので、誰かの人の役に立ちたいっていうその思いやりの気持ちがまずとっても素晴らしいものだと思うし、その気持ちを持っているだけじゃなく、お仕事の面接に行くとか、実際にそういうお仕事に就くっていうことができる人で、なんだろう、その決意というかだけでもとってもすごいことだと思うんですよ。なので、レインさんね、きっと生半可な気持ちでね、そんな面接に行ったわけじゃないと思うので、結果がどうであれ、なんかすごく素敵だなと思います。そしてね、そういう心をね持てる人はきっとそこの面接でいい
結果が出ればもちろんいいんですけど、良くない結果が出たとしても、それはそこの施設とその人がこうプライベートとお仕事の比重だったり何かしらが合わないことがあって、今ここで一緒にお仕事をしましょうってなると、なんかお互いにとってベストじゃなかっただけなんじゃないかなと思うので、うん、結果がどうであれ夢を大切にしていっていただけたらいいなと思います。してハムちゃんも羨ましいなと思います。はい、ハムちゃんいいな。シュシュさんもハムちゃん飼いたいです。はい、レインさん、ふつおたありがとうございます。はい、こんな感じでシュシュポップさんのこちらのラジオではお便り募集しています。あ、そう、今月のテーマがあるんだけど、11月の募集テーマはですね、2024珍事件でございます。そう、11月に募集したお便りは12月に読ませていただきますので、なんか面白かった、びっくりした、そんなことあるのっていう今年のエピソードをね、ぜひお寄せください。で、なんかそんな書けるような事件何もない、とっても平和に2024年遅れましたっていう方はね、普通おたにこうクリスマスケーキは何がいいかなとか、もう普通のお便り何でも大歓迎、ぜひお寄せください。あとね、お悩み相談もやっているので、シュシュさんにこれ聞いてみたらどうなるかなっていうのお悩み相談とかあれば、そちらもください。はい、ということで本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今週もゆるりと参りましょう。ポップポップおーということで、以上シュシュポップでした。ありがとうございました。